オゴエ川は、ガボンの川。全長 1200km。ガボンで最も長い河川であり、ガボン国内の大半を流域とする。また、コンゴ共和国、カメルーン、赤道ギニアにも一部流域が広がっている。オゴエ川は、バテケ高原の北西にある、コンゴ共和国のケングレ近くを水源とし、ボーマンゴの近くでガボン領内に入る。マウロンゴの近くにはポーバラ滝がある。ラストゥールビルからンジョレまでの区間は急流が多く、船舶の航行ができない。ンジョレからは西に流れ、ランバレネからは広大なデルタ地帯を形成して、ポールジャンティの南でギニア湾に注ぐ。デルタ地帯は縦横ともに 100km に及ぶ。オゴエ川流域の 223,856 平方メートルのうち 73% にあたる 173,000 平方メートルはガボン領内である。流域の多くは熱帯雨林であり、一部には草原が広がっている。川にはナイルワニをはじめとする多様な生物が生息している。中流域に広がるロペオカンダは特に自然が保存されており、2007年には複合遺産として世界遺産に登録された。オゴエ川は海からンジョレまでは航行可能であり、水運を利用して河口のポールジャンティまで木材が輸送されている。流域の人口密度は1平方メートルあたり4人と少ないが、川口近くのガボン最大の港、ポールジャンティをはじめ、ランバレネやモアンダ、フランスビルなどの町が点在している。1895年この川を探検した初の女性となるメアリー・キングズレイがカヌーで遡上した。ありがとうございます。